皆さんこんにちは、アーチューバーのぶです。よろしく。今日は何の日かご存知でしょうか？74回目の広島の原爆の日です。広島は僕の出身地でもあるんですが、それもありですね、8月6日はいつも特別な思いで、過ごしております。少しでもですね、こういったこともですね、アートを通じて発信できたらなと思っています。マジネか。令和元年平和公園で開かれる原爆死没者慰霊式、平和記念式典に長っです、ね、今年は95カ国の国が参加、世界中の人にですね、広島に来て、見て感じて、そして楽しんでもらいたいなと思っています。世界で活躍できる広島のアーティストとして頑張っていきたいと思います。あれは新進気鋭のアーチューバー、雄たけび上げて踊るターザンが漫画を描く、ラララララララ、アーチューバー。皆さんこんにちは。ユーチューバーじゃない、アーチューバーでした。アーチューバーのぶです。よろしくお願いします。今日はね、内緒で行きました。誰に内緒や。いや、絡んでいい、絡んでいい、俺無視して、無視して内緒です、はい、内緒で今日は築地豊洲。築地じゃねえよ。着きました。で、ね、チームラボの来ました。すごいですね、これやっぱりね、これはアートだね。イルミネーション、これはアートだ。ね、よく作りましたね、豊洲ね。こんだけ広さと、まあ、このアイデアもね、すごくね、やっぱり重要なところだと思うんですけども、でもちょっとね、花とか鯉とかそういったモチーフが多いっていうのはちょっと、どうなのかな、まあ、観光客を、ね、受けするためのやっぱりそういったところはちょっと見えないんですけども、やっぱりまあ猪子さんね、すごいなと思いまして、まあ僕の千葉のプラネッツか、プラネッツも行ってきました。少しご飯も食べてきたんで、その様子を、ちょっとご覧ください。どうですか、創業40年の築地。鳥口さん来てますけど、卵トロトロ、卵トロトロ、はい、トロ食べなさい。やっぱトロよりも卵トロトロの方がうまいね。あとスープは、チキンの鶏がチキンになりました。もう麺入れたいですね。麺を入れたい。麺を入れたい。締めの麺。締めの麺といえば。あんなもえでこん、ごめ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 ん。ピリピリでしょバッパ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 。では皆様、ご視聴ありがとうございます。最後に、今この着ている T シャツを、3名の方にプレゼントしたいと思います。ほんまか。この T シャツはですね、不自由な女神 T シャツといいまして、女体盛りをお寿司にしたというところを、書いてます。まず、女体盛りの時点で不自由なんですけど、さらに寿司にされることによって、もっと不自由な状態を描いてます。あとはね、やっぱ日本人の、心、和食、日本食をね、やっぱり、DNA、 僕の DNA としてはこう、やっぱり
出していきたいなというところがあるので、やっぱりお寿司をテーマにして、作りました。ぜひ星型ご応募ください。ぜひ星型こちらにご応募ください。 T シャツイエイイエイイエイ。なんなんや。